この窓ガラスから下方向を覗いてみるのはやめておこう。間違いなく妖魔は建物の下にすでにいない、もしくはどこか壁にしがみついている。僕はこの場所から速やかに立ち去らなくてはならない。ここから逃げなくては。知らず知らずとはいえ、僕はレッドラインを越えた。今この窓から下方向を見たら、もし上から見下すように窓から覗いたら、僕は多分彼に殺されるだろう。さっき彼の背中の筋肉が翼の形に見えた。両足のくるぶしにもあった。そして髪の毛が風でなびいた時、耳の後ろにも。あれは印だ。確実だ。彼は化身。そういう印。彼は筋肉の神に取り憑かれた男。象徴する名前はいろいろあるが、ギリシャ神話だとヘルメス神。橋本妖魔はヘルメス神の化身となった男なのだ。近づいたのが間違いだった。僕はあのリモコンを必死に取りに勝負に出た。それは本当だ。だが彼がそのことを認めてくれているとは限らない。逆鱗に触れていないことを心底願う。この場はただ逃げるしかない。